見れば見るほどです。はい、さあいろんなお便りをいただいておりますけれども、このところ、はい、まあ、近隣諸国との云々というね、ちょっときな臭い話やらということになっておりますと、こちらの方のお便りです。この方はお愛する中年 M さん、万作さんからも、アナル高さんからもいただいております。田中信さんからも、昨日国会議員168人ね、一人欲しいですね。靖国参拝ということで、麻生太郎さんの参拝に中間反発があったばかり、中国と韓国、はい、あったばかりなのに、でもお国のために戦ってくれた方々への参拝は自然の行為、他国にとやかく言われる筋合いはないということは確かにそうですが、まあ、みんなで靖国神社に参拝する国会議員の会は1981年に結成され、集団参拝している。議連の記録では97年4月に152人が参拝したのがこれまで最も多かった。100人を超えるのは101人だった2005年10月以来ということなんですけどもね、どうなんでしょうかねというね。Y 亀吉さんからもいただいておりますが、いつもありがとうございます。靖国神社参拝、議員平成になってから最高の人数、168人が参拝、参拝したのはみんなで、さっきのね、参拝議員の会、ということであります。まあ、しかしこのね、この参拝を問題にする方がおかしいと、高市、早苗、はい、調整会長は言っておりました。確かに、こちらの言い分はおかしいでしょうが、今このタイミングでこの人数で参拝するのはどうかなと思いますけれどもね、多くの議論を呼びそうになりますね。大沢さんからはいただいておりますけれども、まあこれ堂々と参拝したらいいんじゃないですか、何をこの戦死者に手を合わせることが悪いんですかというご意見。魚政商店車両部さん、日本のマスコミまでが閣僚や国会議員の靖国参拝を批判的に報道しているが、自国の反日思想を高めるために神経質に反応しているのは中華人民共和国と、大韓民国だけではないのか、あの2国だけで、まるで全海外が、全アジアが日本はとんでもないぞと報道しているというのは、どうでしょうかねと。そんな風に捉えますかね。そんな感じですかね。2国だけやということですね。田中信さん、坪井さんの靖国神社の説明、この間やりましたが、はい、まるで、歴史のティーチャー、本当に詳しく語っていただきましたね、という、そういうご意見。それから、豚に文字さん、日頃聞いてると、坪井さんと小高さんは基本的に韓国大好きな人だと思っております。それでも坪井さんのおっしゃっていた考えは非常に客観的でバランスの取れたご意見だと思いました。少々上から目線的な言い方かもしれませんが、失礼お帰り水書きます。昨日の坪井さんのお話に加えて、なぜ中国韓国そして一部のマスコミが騒ぎ立てるか、私たち一般市民が他人に頼らず自分で調べてニュートラルな気持ちで勉強していかなければならない問題です。書を読みてそのことごとくを信じるならば書はなきにしかずと、マスコミもまた叱りでございますという、この方もですね、はい、まあ、私のことに関しては、まあ、結構ニュートラルですよというご意見もあれば、内山陽一さんは大部の方ですが、靖国神社の参拝の時期についてのお話の後、天皇陛下が靖国を参拝しないことがある一定の意味を持っているという含みの表現をされていました。これ私がね、はい、この点は天皇陛下のお立場、陛下のお心を無視した一般庶民の感覚だけでお話をされていませんでしょうか。今回の件をまず問題とすること自体が認めがたいことですし、他にも歴史的認識や戦後占領下での問題、東京裁判での問題など、多くのリスナーさんが誤解されていることを一つ一つ論破することはこの投稿では無理があると思います。これやっていくと長いですからね。裁判のあり方がどうだったという、はい、一つ一つがなかなか難しいですね。難しいですから、これ時間がどれだけあっても足りない、また一般のリスナーさんがいろんなご意見や見識をお持ちになっていることを否定するものではありません。しかし番組のパーソナリティであり、電波媒体を通じて大きな影響力のある坪井さんのご意見、あんまりないんですけどね何ビートたけしが参議院なんていらないって言ったらえらい問題になりましたけど、坪井さんも言ってた、ずっと言ってた、何にも問題になれ、聞いてない、は
はい、聞いて、まあ、はい、そういう、あるというのは嬉しいことです。はい、大きな影響力のある、坪井さんのご意見には一言申し上げたいと思います。天皇陛下は靖国神社に行かないのではなく、行けないという状況であることが正しい認識です。先の昭和天皇よりかつて靖国神社の参拝はありました。しかし、朝日新聞、中日新聞に代表されるような進歩的知識人的メディアによって、永久戦犯が合致されていること、そして、参拝することが、問題視されてしまい、そのメディアの扱いに中国や韓国が乗ったというのが実情です。中国や韓国にとって靖国神社参拝の問題はあくまでも外交カードでしかありません。メディアで取り上げられ国内が騒いでいる、そんな状態を見て外交カードとして使えると踏んだんです。それゆえ陛下は参拝には行けない環境に身を置かれていることとなったのです。陛下は戦前の憲法下においても直接政治決断をなされたことはありませんでした。唯一と言ってよいのはこの終戦のご決断。大日本帝国憲法時の政府の仕組みを知れば立憲君主のお立場を強く守っておられたことがわかります。よってこの是非を超えて身を引かれたこと、求めて参拝をなされなかったことのお気持ちを考えない言動に一言申し上げたかったわけでございます。今の天皇は先の天皇陛下のご意思を継ぎまだ参拝ができていない環境であるとのご認識だと思います。一日も早く陛下が英霊に詣られる環境を作るのが私ども日本人の一つの課題ではないかと思います。どうぞ電波を通じて多くの方々に影響がございます。歴史好きを辞任される坪井さんは歴史認識の違いというものではこれはないと思います。見識を改めていただきたいなと思っておりますと、まあ、こういうご意見をいただきました、うん、なるほど、やっぱりそういうような、ね、ご意見も、はい、この辺の、ね、天皇のお気持ちいいのはどうやろういうところがね。そうです。でも坪さんが昨日言ったそのどうしていかないのかっていうのはそことも含めてですよね、うん、だから行かないという理由はもしかして行けないということもあるのかもしれないし、はいはい、行きたくないから行かないのかもしれないし、うん、その辺はどうなんでしょうねという、これはもう皆さんさまざまなご意見があると思う、うん、どれだいうのはもうご本人に聞かないとわからないですけれども、はい、ここ行きいけないっていうことも全部含めてその辺を考えてみましょう、うん、ということだったと思うんですけど、ね、まあ、ことでね、この方のご意見も、うん、もちろんあり得る話でしょう、うん、まあ、もっとねもう大胆に言えばですね、はい、やっぱり前にも言いました東京昭君社というあの天皇家の国家のために死んだ人たちの英霊を慰めるという一つのこのシステムでありますから、はい、天皇が行くことがやはりね英霊を一番慰めることで、はい、あるということで、はい、で大臣とかなんかが行ってもね、はい、しょうがないんですよ。あ、そうなの、はい、うん、で天皇が行くことが一番大事なことで、で現在 の政治家の方が行くということは政治的にいろんな意味合いがありますよ、うん、で天皇は全く政治とは関係のないところで本当にあの英霊に対して頭を下げられるということはね、はい、何の政治的なことでもないです、うん、これは。そうですね、うん、そうすると、そのことに対して、近隣諸国は何か言うのだろうか、うん、政治家だからです、うん、はい、そして外交、政治、いろんなことであって、今回のこの参拝というようなことがひっくるめられるもんですから、うん、海外は言うんですよ、政治家が何、大臣が何言ってんだと、うん、天皇がお行きになることは、果たしてどうなんやろう。うん、僕はだから天皇が行くべきだと思います、うん、でその原因は何やろうというのはこの人がいろいろこう書いてある、はい、行きたくても行けないんですよと、うん、政治と何にも関係ないところの方が行く、だから僕らが行っても問題ないでしょ、うん、安くになんでやったら何も政治的に関係ない人ですもん、うんうん、実権持った政治家が行く、これが問題なんで、はい、あって本来の安くに出会いましょう、陛下のために死ぬんだと言った人たちの魂を慰めるということですよ。だからそうか、行くときにいや公的で立場か私的な立場かみたいな話になってくるわけだ、はい、うんうん、そのあたりで、まあ、あの本当に行けないのか行きたくないのかということからすると、うん、あの前にもあのこれ問題になったのがありましてね、うん、あのいわゆるその富田さんという方があの残しておいた日記があるんですけども、はい、そこにはいろいろその天皇のお気持ちが書いてある。しかも近しい方ですか？あの侍従というか、そばにいた方です、はいはいはい、その方のやつを読んで、やっぱり天皇はこの
いわゆるその永久戦犯の合祀についてのことがやっぱり問題でなったのかというふうにえらい騒ぎになったんですが、でもそれも解釈またいろいろで、合祀することを反対したわけではない、というのはね、なんか陛下なんか東条英機を随分信頼していたとかね、そういうようなあのいろいろ記録とかあるわけですよ。だからあの東京裁判で公式になったやつが大嫌いやとかいうようなことではないだろう、ただもう一つ言うならば、陛下に勝手に合祀してしまったことに不快感を覚えてらっしゃるんじゃないだろうかというようなこととか、この富田日記に関してもいろいろまた解釈は分かれるところでありますけどもね、そのまあ複雑な状況の中で陛下ですらなかなかこうあのどっちだみたいな話が出せないみたいな状況であるならばですよ、そうするとこの国会議員の人がなんでやねんってこうバーッと行動に移すことはどうなのかって話もあれば、まあやっぱりそうは言ったっていいじゃないのっていうご意見だってもちろんあるわけで、非常に難しいですよね。ある方は勅使がちゃんと出てますよということです。大政商店車両部さんからも天皇の勅使がちゃんとね言ってますよということですけど、まあ、あのデートでも代わりの子が来てもな、あの子とデートしたいなって言ってるのに友達で私代わりに来たわ言われてもな、ね、いうことで、まあ、勅使も大切なことかも分かりませんけれども、じゃあ陛下がなぜ行かないのか行けないのかという理由にやっぱり今の靖国の根本のいろんな問題があるのかなという気がしますけどもね、まあ、隣国はいろいろ言うでしょうけれども、それよりもまず我々日本人がこの靖国というものに対してどういうような意識を持って臨んでいくのかということ、隣国はその次でもいいと思います。まず私たちもこのグラグラしている部分があるなということだと思います。聞くラジオの